今日は斜めに切ってある網の目折り、折り曲げを、折り返しをやってみたいと思います。こちらはまっすぐに切った網です。で、こっち側が、斜めに切った網です。ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、で、こちらから、こういう感じで斜めに切ってあります。これもいろいろなやり方があると思うんですが、一例として自分がやっているやり方を、折る目数は一目折り返しでやってみます。こういう状態になりますね。一目折り返しで、もう一目今絡む前にちょっと一通り一目折り返し状態で、網をこう折ってみたんですが、絡んでいく部分はここからスタートして、ここですね、ここを行ってそして普通の折り返しだとこっち行くんですが、ここからここへで、こう止めてこう止めるで、はい、それではやっていきます。まずこういう状態になっている部分は、普通のこの山状態のところですねは、通常の目折り、通常の折り曲げと変わらないです。違うのがこの部分ですね。網をこう切って落とした部分、落とした部分がちょっと違います。ではやってみます。ちょっとこの後この網をまた解かなきゃいけないので、あまり締めないでやります。ですね。そしてここを止めたので、次はここへ向かいます。この切り口を止めてここへ向かいます。今こういう状態です。で、またここも普通の目折り、折り返しと変わらないので、ここを止めます。
そして次がこの網を切り落とした部分なので、本来、普通だったらこちらへ行くんですが、網を切り落として網がないのでここへ向かいます。この切り口を止めてこちらへ向かいます。ここはちょっと違う部分なんですけど、普通こうジグザグに行ってるところがまっすぐこっちに来る感じですね。ではやってみます。で次はこの切り口を止めてこの部分に戻っていきます。完成したのが、こちらです。網が、こう斜めになっているのがわかるでしょうか。
で絡んでいる場所が非常に分かりづらいかと思いますが、自分はこんな感じでやってます。